サンダースロー SR-N1 は最初の実用的ホバークラフト。国立研究開発者の講演を受けて、クリストファー・コッカレルが設計し、ワイト島のサンダースロー社が製造した。SR-N1 一般配置図 SR-N1 は、アルビス・レオニデス・ク冷レー星型エンジン一機により、リフトファンを駆動し、推進用としては、ダクテッドファンを使用した。 初高校は1959年6月11日で招待されたマスコミの前で水上、陸上どちらでも移動能力があることを示した。1959年7月25日、ルイブレリオのドーバー海峡横断飛行50周年を記念して SRN1 はカレーからドーバーまで海峡を横断した。所要時間は2時間強であった。 パイロットとナビゲーターに加え、設計者であるコッカレルも乗り込んだ。1961年には柔軟性のあるスカートが追加されたが、これによりエアクッションの有効高さが大幅に増加した。さらにチュルボメカマルボレターボジェットエンジンが装備され、推進力の増強が図られた。1962年にはマルボレに変えて2倍の水力を持つブルストル、 シドレーバイパー3ターボジェットエンジンがリフトファンの後部に追加装備され、ピストンエンジンのダクテットファンによる推進力を増強した。これにより最高速度は当初の35ノットから50ノットに増加した。SRN1 は現在ロートンの科学博物館に展示されている。ありがとうございます。